最初の試合で昨日行われた厳正なる計量および本日行われたドクターチェックの結果、両選手ともに適正と判断されたため、これから行われる連打防犯チェック選手コウキ選手の試合を WMC インターコンチネンタルライト級王者決定戦と認定いたします。2021年6月13日世界メール代表を迎える日本代表メンバーです。ここで激励賞が連覇のワンチャイ選手に贈られます。ナーマレッタ講演会様、テアンレイク B 様、海星茶屋様、株式会社アズノア様、平石ホーム様、共同建設様、西野峠株式会社様、小川様、チームレッタ講演会様より、レンタ選手に激励賞が贈られます。レンタ選手に花束の贈呈です。Stop! Hey!
一旦お願いします。はい、すみません、一応ですね、今、アウトコーナー、ミオキ君サイドの方が、試合をちょっと続行することがかなり難しくてます。で、一応 WBC のルールとしまして、第7コーナー、2枚、1ラウンド内でのアクシデントにより試合続行不可能となった場合、その場合はノーコンテストというルールがちゃんと規定がありまして、それにのっとり、この試合は、ノーコンテストになります。ただし、またもしあの広告サイドと、大盤台プロモーションサイドで、長嶋代表と KOS の代表と話して、この試合必ずもう一度タイトルマッチとして、自分の方は認定いたしますので、次の選挙、今日の試合は選手の安全も考慮しまして、無効試合のノーコンテストとさせてもらいます。申し訳ございません。第1号終了いたします。皆様、応援ありがとうございました。